スナックオレ。スナックオレ第56回です。今夜も赤くんとひみかちゃんとやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。今週もたくさんおはがきいただいてますんで、はい、質問を読んでいきたいと思います。はい、スナックオレ。ラジオネームみやっちさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。西野さん、明石学徒さんのスナックオレの回、最高に楽しかったです。勉強になりました。ありがとうございます。昨今のアパレル業界でのサスティナブルについて、りょうさん、明石さんたちのお考えを聞きたいです。 FR2 の高価格少数生産売り切りセールなしはある意味サスティナブルかと思っています。何かを再利用したアパレルについてやってみたい再利用原料、ペットボトルとかなどありましたら教えてください。みんな FR2 がこれ少数生産だと思われてるみたいなんですけど、はいはい、全然少数じゃないです。はい、結構作ってます、はい、結構作ってるけどいつも売り切れます、はいはい、とはいえだからその売り切ってセールをしないっていうのは、うん、まあその需要に対して過剰に供給しないっていう部分では、うん、まあ本当にサスティナブルになるのかな、うんうん、高価格なのかな、うちね、どうなんすかね、高価格ですかね、まあ、若い子にしたらちょっと高い。そうですね、そうか、うんうん、だからもうやっぱその辺もさ、外国人がメインのお客さんなんで、うん、あんまり考えてないかも、うん、日本人の若い子に対する価格ってことですね。売れないかなとか考えてない、うんうんうん、外国人に対してずっとやってきたし、はい、まあそれが本当にここに来てさらに円安で拍車がかかって、うん、FR2 にとってはもう追い風でしかないみたいな、うんうん、ですよね、うん、お客さんが外国人だからね、うん、外国人ってバーって見て、うん、欲しかったら値段とか見てないんだって、うん、みんな、うん、もうじゃあこれとこれとこれと、はい、これみたいな、はい、だからもうこれ1個がいくらだからどうしようみたいな人は一人もいないって言ってた、はい、うんうん、そうそうそう、それは日本が安いからだと思う、ですよね、うん、日本がもう多分何買っても自分たちの国の、うん、まあ3割減ぐらいのイメージだから、はい、多分あんまり気にしてないんだと思う、はい、まあ、あと目的と旅行感覚もありますよね。そう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 、お土産的な部分のやつ、うんうんうん、なんか再利用したこととか再利用したアパレルをやってみたいとかあるんですか？僕がですか、うん、そういうの何も考えてない、何もないですね。リサイクルのこととか、あ、リサイクルとかはないですね、そういう感覚は。そうだね、はい、うん、まあ俺もないかな、別になんか本質的じゃないなってやっぱ僕も思っちゃいますね。うーん、まあだからそうですね、どうなんだろうね、みんなサスティナブルとか言いながらさ、うん、そのファッション業界の人ってさ、やっぱこう上っ面だからみんな、はい、サスティナブルを掲げて新ブランドを作るでしょ、はい、それがいや、それがもう そもそもサスティナブルじゃな いな、つまりそれが残ってるからってことですよね、うん、新しいブランドやらないでみたいな、はい、売れないんだからそれ、はい、そんな感じですね。じゃあ1回目が缶バッジ、ステッカー、バンダナだそうですね。おう、コンプリートしたらシモウマオリーブに行かせてください。それはちょっと考えてください。全然厳しい、やっぱり全然関係ないんですね、そこはやっぱり。今日はじゃあキャップですかね。キャップ、はい、もうちょっとでコンプリートですね。じゃあこれ、あと1っすか。じゃあもうこれあと1個。やばい、おめでとうございます。おめでとうございます。スナックオレ。じゃあラジオネームカニヨダレさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒガルツどこでいただいたサイン入りのスナックオレ。あ、あの子だ、覚えてる、うん、おサイン入りのスナックオレ T シャツ、額縁に入れて飾ってあります。ありがとうございます、はい、質問です。普段からいろいろな方とお会いすると思いますが、りょうさんから見てこの人伸びるな、いやこの人すごいなと感じる人の特徴などありますか？明石さん、ひみかさんの意見も聞きたいです。この人すごいと思う時ある？ひみか。え、あります。どういうところ？例えば。でもやっぱなんか確かにどういうところ、常にアンテナ張ってる人、うん、すごいなと思いますね。何見てもなんか、うん、ゴルフうまいなとかやめてよ。すごいなとはなりますもんね。スコアすごいってこと。それお前足が速い人すごいって言ってるでしょ。同じですね、同じですね。どうですか、難しいですね、すごいなって、うん、
でもさ、うん、なんか肩書きなしでってことですもんね、うん、最近その自分のバーを作って、はい、あの行ける時は立ってるんですけど、はい、確かに確かにやっぱいろんな人来るじゃん、はい、で知り合いしか入れてないんですけど、うん、その知り合いが連れてくる人たちがいるでしょ、はいはいはい、どの組にも、うんうん、でやっぱパワーある人たちってなんかちょっとやっぱ違う感じするんだよね、うん、話してても挨拶の時点でからへこうやっぱこうコミュニケーション能力が高いしなるほどとはいえなんか失礼じゃないみたいな、うん、あガツガツ来るけど、うん、なんかこう失礼じゃないみたいな、うん、へまあ絶妙なうちに秘めてるなんかパワーがすごいっていうかさなるほど車で言うとこう低速からなんかパワーがあるみたいな車で来たトルクがすごいみたいななんか感じがするからなんかそのもう説明するの難しいんだけど、はい、感じるよねああこの子なんかすごそうだなと思うとそれも挨拶の時点でってことですか挨拶の時点で分かる大体だから後で聞くと、はい、なんかああみたいなあのゲームの作った人だとかそういうことっすねあの漫画描いてる人だとかあなんかこうああなるほどねみたいなやってる人だみたいな、うんうんうんなんていうのそれをだから自分で作るんじゃなくて、はい、やっぱそれ自然に出るもんだからなるほどまあ確かに確かにだからやっぱ自分の事業をまあ頑張るのがいいかな、うん、まあ成し遂げてる人が自然に出てるものみたいなことですかそうそう多分そうだと思ううん、うん、確かに何か無理にそれに寄せてさ、うん、挨拶だけしっかりしててもさ中身なかったらすぐ ね、まあ、結局そうですよね見透かされるし、うんうん、確かに確かに、うん、だからカニユザレさんもちょっと仕事を頑張ってくださいはいはいT シャツとキャップをもらってるんで、うん、じゃあバンダナかなバンダナおめでとうございますありがとうございま す。スナックオレファンファーム亮太京都さんありがとうございますありがとうございますありがとうございます亮さんみたいに人と違うことで成功したいのですがメンタル弱めです強くなるためにはどうすれば知らないです知らない知らないんだなんで選んだのか分かんないけどまあ筋トレでもしたらいいんじゃないかなとりあえず、ね、フィジカル系だうーんメンタル弱いとやっぱ成功は難しいですかいやもう話にならないと思う話にならない、うんうん、やっぱまあ俺とかもその最初に独立した頃とか、はい、まあ飛び込み営業とか普通にやってたからねはいはいはい、うん、インターネットはこんなにさ発展してなかったし、うんうんうん、確かに確かにもう、うん、そうそうそう体当たり毎日みたいなことですねそうだよもうそんな毎日やってたし、うんうん、次いきます、はい川野陽一さんありがとうございますありがとうございます、福岡でクラフトビールを作っていますさっきこういう感じかなはいでしょうね、はい、流行らせる方法を教えてくださいあ質問じゃないじゃんこれもうなんか、うんうんうん知らねえよ流行らせる方法自分で考えあ注意ですねここら辺確かに自分でなんかこういうのやってて、うん、ここまで来たんだけどこれより先がわ か,、はい、かんないとか例えばね、うんうんうん、いやこれもう丸投げじゃん丸投げですね、うん、もうクラフトビールやってて流行らせる方法教えてくれって言われて俺が分かってんだったらもう俺がやるよはいなめんなってことなめんなこれ、まあ、バカがあバカが出たなまあでも皆さんそういう質問確かに注意しないとねそういうことですもんねそんなもと教えるわけないじゃん1986ショー5さんありがとうございます、はい、ありがとうございますいつも内見されてますが場所を決めた後店内の設計もされていますかあこれはこれはですねしてますしてあはい中見て、うんはい、ここにレジを置いて、はい、こっち側にサイネージでとか大体やりますねやってるんですねうんうん、うんで大体の決めてそれをもとに、パースを作ってもらって、はい、そこと担当者とまたここをこうした方がいいんじゃないとかそういうのやってますねうんもうやっぱじゃあ物件見たらもうパパって出てくるもんなんですかそのなんか出てくる出てくるあうんなんかそのほらコンセプトが店ごとに違ったりするんで、はい、色はこれのがいいなとか、はい、なんていうのこのエリアだからこういう雰囲気が合うんじゃないかとか、はいそういうの考えるの好きかも、うん、内装とか物件とかもそもそもそういうのも好きですもんねそうそうそうもう物件はもうとにかく自分で見に行くいつも、うんうん、ということでやってるってことですねそうなんですよ、うん、1983はじゃあステッカレおめでとうございますありがとうございます二度ミミスさん
ありがとうございます。ありがとうございます。事業をするとき銀行から信頼を得るため少額でも借り続けた方がいいと思いますか。これですね、はい、ちょうど、うん、先週、はい、副支店長うちに来て、はい、あの銀行の担当のね、はい、話にこういう話になったんですけど、金利が上がってるんで、うん、上がってましたね、よほどのリターンがあるビジネスじゃないと、うん、借りるメリットがないって言ってた。その借りても金利が高いから、うん、その利息分を払 う、うんうんうん、見込みがないとで利益が消えちゃうみたいな、その本業自体の、はいはいはい、うん、だから、うん、まあ自力でできるんだったら、うん、借りずにやった方がいいですって銀行は言ってた。おー、うん、利息払うために働くみたいになっちゃうからさ、追っかけられちゃうですね。そうそうそう、うん、ですかね、うんうん、明確な答えだ。はい、じゃあやりづらくなってますね。ちょっと役に立ったと思うんでバッジを、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。スナックオレ、山ちゃんスタグラムさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。FR2 どこ、コロナ禍から始まりファイナルツアーとなりましたが、振り返っていかがでしたか。はい、そうなんですね、これもう、そっかそっか、ゴールデンウィークで5月6日で販売終了となりまして、うん、これあの放送の時は多分終わってると思うんですけど、はい、これあの、まあ、はい、この質問にある通り、はい、コロナになってしまって、うんうん、僕らあのお客さんのほとんどが外国人だったんで、はい、その本当に潰れちゃうかもと思ったのね、あの会社が、うん、本意ではないけども、はい、もう外国人がいないから、はい、日本人に売る施策を考えて、うん、出てきたのがこの移動販売の車を作って全国に売りに行くっていう、うんうんうん、事業だったんですけど、はい、これ本当に、自分たちが思ってた以上に何ていうの、反響があったというか、はい、初日の1件目で残り3箇所分の荷物が全部なくなったのね、うん、もう絶対いけると思ってその瞬間に大きい車もオーダーしたぐらい反響があって、はい、丸4年4年、丸4年4年なんすね。だって20年から多分やってるかな、コロナに入った瞬間からやったから、はい、だからですね、もう、うん、だもう4週目か5週目なんですよ日本一周で。今も結局 FR2 って卸しをしてないんで、はい、直営店でしか買えないじゃん、はい、だからまあもちろんオンラインでちょっとは買えるんですけど、地方の人たちってこう名前は知ってるけど FR2 自体の商品を実際手に取って見れるチャンスがないんで、うんうんうん、4週目か5週目なんだけど今でもお客さんめちゃくんの、はい、好評なんですね、地方回ってくと、はい、で売り上げもすごいし、うん、なんだけどブランドのそもそもこの事業のコンセプトとしては、はい、外国人がいないから、うん、日本人に売るために作った企画だったんです。で、はい、コロナが明けて結局外国人がもう戻ってきてるじゃん、うん、国境空いたってことですね、もうすごいじゃん街は東京、はい、もうね京都も。だったらもう、うん、日本人に売って売り続けて、はいはい、ブランドを薄めていくのはもうやめようと、うん、元々のコンセプトに戻って、はい、外国人に、はい、を中心に売っていく、うんうん、そのためにやめました。なるほど、うん、なぜ薄まるっていうことなんですか。その、まあ、コンセプトとあの違う外国人じゃないっていうのは分かるんですけど、うんうんうん、まあ、事業としては成り立っていて、うん、どんなブランドも、はい、寿命があると思ってるんですよ、はい、で一生売れ続けるって、うん、いやもちろんそういうブランドになり得るブランドもいる、はい、しもしかしたら僕稀にですね、そうでも FR2 もなれるかもしれない、うんうん、だけど、はい、供給 し続けていくとやっぱ飽きられちゃうんですよどっか で、うんうんうん、で特に日本はこう島国だから、うん、そのこの中の人口を満たしてしまうといつかやっぱ飽きられる日が来る、はいはいじゃないですか、はい、だからもうとにかく日本人には売らないって言ってやってきてなるほど、うん、そう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 で、今も売り上げの7割ぐらいは外国人なんで、うん、その売ったもの作ったものの7割が外に日本の外に出てくじゃん、はい、で国内には3割しか流通しないから、うん、だからそれによって、ブランドの息もより長くなるし、なるほど、日本人に飽きられない、はい、
徹底してるってことですもんね。そう、うん、でも普通の洋服屋さんはやっぱり売りたいから、できないですね、事業、もう売れるだけ売りたいわけじゃん、うん、国内でも、はい、しかしだし外国人に売るすべがない、うんうん、ほとんどの人たちは、はい、どうやって外国人売っていいかわからないから、はいはい、まあそういう部分ではそうだね、まあ潮時かなと。なるほどなるほど、うんうん、ということで、はい、プレゼント山ちゃんスタグラムさんにはじゃあ T シャツあげようかな、おー、うん、記念に、うん、4年間の記念に、あ、終止符、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。スナックオレ連勝渡辺さん、ありがとうございます。ありがとうございます。自分は仕事で結果にとらわれすぎている気が、プロセスと結果どっちを重視しますか。これはですねよく聞かれるんだけど、はい、経営者側から言わせてもらうと、はい、もう結果でしかない、うん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 、そのプロセスがああだこうだ言われても、こんなに頑張ったのにとか言われても、うん、気持ちは分かんだけど、うんうんうん、結果出てなかったら、うんうん、やってないのと一緒。はい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 、うんうん、それはもうちょっと厳しい意見かもしんないけど、いや、はいはい、もうそれしかない、うんうん、ないですね、まあ、それ以外ない、うんうん、ないですね、うん、こんなに頑張ったのにみたいなのされるじゃん、はい、みんなよく、はいはいはい、いやいや全員頑張ってっからみたいな。そうですね、そうですね、うん、だからその中でやっぱ結果出したやつが、はい、まあ、評価されるべきっていうか、うん、これ僕2つ思いついてる質問があるんですけど、うん、じゃあ結果だけ出したらいいって話にも聞こえちゃうじゃないですか、うん、まあ、極端で、うんうん、まあ、例えばプロセスが悪いことして結果出して、うん、でもそれを隠してもう、うん、結果出してる風に見せれる世の中にもあるし、うん、そういう人も いらっしゃるじゃないですか、うん、りょうさんもかっこいい大人だと思ってるんで、うん、アパレルでそういう自分のその、まあ、面白くさせたいと思われてるじゃないですか、うん、アパレルで、うん、で移動販売したりとかワクワクさせたいっていう本心は絶対にそういうなんか人を不幸にするってことは起きないと思うんですけど、うん、そうじゃなく選んで、うん、数字だけ選ぶビジネスも僕選択肢ではあったと思うんですよ、うん、でも僕もそれあんま良くないなと思ってて、うん、かっこよくないからやんないんですけど、うん、結果は出せる近道でもしかしたらあるとか、うん、論理的男として思ったりもしたことあったんで、なんかりょうさん普通にどう感じるのかなってちょっと思ったんですよね。まあ悪いことして稼ぐっていうのはもう全く話にならないから、うん、はい、まあ、それは論外だけど、はい、プロセスが評価されるようになっちゃうと、うん、結果が出なくても評価しなきゃいけないでしょ。ムードの話ですね。そうそうそう、だからそれはもう全然意味ない、うん、そうですね、確かにかな。はい、じゃあそんなところでいいですか、はい、今週は、はい、プレゼント大丈夫、掘り下げたいやつ出たな、ね、最後の。じゃあステッカーで、あ、ステッカー、はい、これ貼って頑張ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで第56回でした、はい、来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。